はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語動詞の活用丸三をお送りします。で、前回ね、語感とか活用語尾、まあ、あのね、表とかをやっていきましたけど、今回はですね、ほにゃらら活用っていう、例えばこの動詞はほにゃらら活用、この動詞はほにゃらら活用っていうのをやっていく問題になります。まあ、動画になります。で、ポイントの中にはね、問題はありません。今回はそのほにゃらら活用っていうのを探すのを全部で13問ね、やってみてください。まあ、できそうな子はね、動画止めてやってもらって、で、ちょっと確認してもらってね、不安なのがあれば今からね、説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずポイント、そこはね、すごく大事なんで、そこの確認をしていきます。で、今回はほにゃらら活用っていう、まあ、5種類あるんだよ、全部で5種類あるんですけど、そのほにゃらら活用っていうのを調べるとき、ポイントはその動詞にないをつけるといい。もうこれだけです。おそらく学校の先生も言ってくれるし、教科書とか問題集にも載ってるね、ないをつけてみようっていう。で、どうやるかっていうと、まず話すです。これが何活用か探します。でね、本当は表をちゃんと書いてで判断するが正しいんですけど、テストの時そんなんやってたら時間なくなってしまうし、めんどくさいので、単純に話すにないをくっつけてください。いいね、話すにないです。そうすると、ちょっとあえてね、ひらがなで書きますね。話さないだよね。話すにないをくっつけると話さないでしょ。で、ポイントはないをつけた時にないのすぐ一個上のひらがなを見ます。今回さでしょ。さっていうのはあいうえおのあ行にあたります。さしすせその最初だから、ここがあ行なんです。あ、アダンか、アダンだね。で、これがアダンになった時、こうなったらこの名前をご段活用って言います。いいかな、ご段活用です。で、これどんどんやっていくね。次、切れるです。で、切れるもないよつけてみると、ちょっとひらがなで書くよ。切れないです。いいね、切れない。で、ないの一個上を見ます。ここ、今度れです。で、れっていうのはあいうえおで言うとこのえ段に当たるね。え段、ラリルレ、4つ目だから、れだ、え段になる。で、え段になった場合、これを下に1に段をつけて下一段活用って言います。ちょっとごめんね、下一段活用です。いいかな。で、どんどん行きましょう。次、降りるです。で、降りるに段をつけると降りないだね。で、ないの1個上がりです。で、りは今度ラリルレロの2個目なんで、あいうえおで言うところのい段に当たります。いいよね。で、い段になると、これは今度上に1段、これで上1段活用って言います。いいかな。で、まあ、覚え方は自由なんだけど、ひとまずあ段になったら5段活用、これはまず覚えちゃってください、名前としてね。で、上1段と下1段がもし不安な場合は、あいうえおって5個あるじゃないですか。で、真ん中ってうでしょ。それの1個上がいなんだよ。上に1つ行ってるから上1段です。うの1個下に行ってるえ段だから下1段って覚えると、まあ、テストの時にね、ごちゃごちゃしないかなとは思います。で、ひとまずこの3つをまず覚えてください。全部で5つあるんですよ。5つあるんだけど、まずこの3つです。ここがすごく大事で、ここまでで地味なんだけど、気をつけなきゃいけないことがあって、話すにないをつけるときに、話さないじゃなくて話せないと間違える子が出てきます。話せないって。で、これは話せるだったら話せないです、ないをつけてもね。でも話すにないをつけたら話さないね。で、切れるは切れないなんだけど、これが切るだったらいい、切るだったら切らないだからね。
すっごい細かいことなんだけど、ないの付け方ちょっと気をつけてください。で、次にするが来ます。で、これに関しては暗記しちゃってください。いい、するです。するが来たら、特別な言い方なんだけど、作業を、カタカナのさね、変革活用って言います。するが来たら作業を変革活用です。これはもう覚えちゃって大丈夫。で、ちなみにこっちには出てきますけど、ほにゃららするっていう言葉もこれに入ります。一回、するとほにゃららする。それが作業変革活用です。で、もう一個、来るです。で、来るはすごい特別で、こいつだけ、今度、家業ね。で、同じく、変革活用。家業を変革活用って言います。これは来るだけです。家業変革活用は。なので、ここはもう特別に覚えちゃう。する、ほにゃららすが作業変革。で、来るが家業変革です。で、これなんで作業と家業かっていうと、すがさしすせそのすなんで、あのね、だから作業だから作業。かきくけこのくでしょ、くって、くるはね。だから家業変革活用って覚えてください。まずはこの5個。いいね、この5個を覚える。では、それを使ってあと8個いきましょう。もうね、ないつけるだけだから。じゃあ、集めるです。で、これにないをくっつけると、集めないだよね。で、ないの1個上をいくと、めです。ね、目、集めないの目。目は、まみむめもの4つ目。つまり、真ん中の1個下に来ます。だから、下一段活用になる。で、どんどん行きましょう。次、書くです。書くにないをくっつけると、書かない。ないの1個上は、かです。ね、あ行、あ段だね。一番上の段に来るから、これは5段活用と言います。で、次、旅行する。もう、ほにゃららするってきたらね、お、ラッキーと思って、作業を、ちょっと入んないかな。ちょっとかぶってごめんね。作業、変革活用です。で、当てるです。当てるにないをくっつけると、当てないだよね。だから、ないの上は手です。立ちつて。四つ目だから、下、一段、活用となる。で、いるです。これちょっと特別なんですけど、いるに関してはいないだよね。だからないの上がいなんだよ。だからあいうえおの2番目になるので、これは上一段活用になります。で、次、学ぶです。学ぶは学ばないだね。い、学ばない、ばです。あいうえおの最初に当たります。バビブベボのばだからね。だから、五段活用になる。で、あと2個。運ぶです。運ぶは、運ばないです。ばね。バビブ病のば。だから、五段活用。で、最後。起きる。起きないだよね。ないの上は、きです。かきくけこのき。2番目なんで、紙一段活用と。ね、こういう風にやっていってください。で、一番ね、最初にも言いましたけど、可能動詞と動詞でどうしてもミスが出てきます。切れるっていうのは、これ可能動詞で、ちょっと前にやったね、動詞の時に。できることを表す動詞。切るっていうのが普通の動詞なんだよ。切れるっていうのは、切ることができるって意味を含んでるね。だから、その切れる、可能動詞だったら切れないになるんです。でも普通の切るだったら切らないになっていくので、そこのないをつけるときのね、そこだけちょっと気をつけるようにすれば大丈夫だと思います。では、今回は中学校国語、動詞の活用丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、これでね、動詞シリーズが終了です。次回は形容詞が始まりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。